皆さんこんにちは、ロサンゼルスからお届けしております LATW テレビの両腕クリス両腕三宅です。第3部です。尖閣諸島問題から、台湾人の地位の話になってまいりました。今日のゲストの、ユー聖郎さんに、続きを語っていただきたいと思います。どうも。台湾の地位ですね。日本の皆さんこんにちは。私はユー聖郎と申します。みんな、よろしくお願いします。先ほどの話なんですが、サンフランシスコ講和条約で、サンフランシスコ講和条約の中にね、結局台湾の地位が別定と、そういうふうに書いてあるんですよ、盛り込んでるでしょ。その中にね、台湾の地位は別定だけど、台湾の人は国籍はどうなるんですか、この点はね、全然考えてないんですよ。日本にしろアメリカにしろ、ね、考えてくれる人はないですよ。そのね、人たちのその講和条約を書いた人にしろ、サインした人はね、みんな台湾人はこの土地にね、属して一緒にね、中華民国に、統治、中華民国じゃなくて、国へ挙げるその、先がね、美帝って、そういうふうにね、決まっとるでしょ。決まっとるけども、しかし台湾人のね、国籍は一体どうなるのよ。どうする、みんな考えてくれてないですよ。日本にしろ、アメリカにしろ。この点はね、日本はね、この条約に基づいて、台湾人の人権として台湾の国籍をね、解決すると。そういうふうにね、アメリカに提出する、アメリカか、あるいは連合国にね、対して提出すべきだと、解決のね、意図をね、どういうふうにね、解決するか。それに協力するべきだと。そう。これがね、台湾人のね、助けになると思います。なぜかと言いますとね、今、ずっと戦後だよね、からずっと今まで、台湾人はね、中華民国の国籍とはね、一方的にね、宣言されたやり方なんですよ。中華民国がね、1945の10月から台湾に来たでしょ。1946、翌年のね、1月。ただ4ヶ月内でね、君たちはみんな中国人だ。国籍は中華民国だ。そこでね、すぐにね、徴兵したですよ。内戦の必要に応じて。すぐにね、徴兵した。しかしね、台湾人はね、北京語できないんですよ、その時は。北京語できないのにね、軍隊に呼ばれて、あそこに内戦に行って、で、中共と戦った。なぜ、中華民国のためにね、戦ったか、その行った人たちはね、全然わからないですわ。ただね、蒋介石が、この人たちを捕まって、君たちが中華民国の兵隊だって、で、大陸へ戦争に行った。死んだ人はもう完全にその命はね、もうなんていうかな、白髪みたいのね、そういうふうに焼き捨てられて、捨てられたというわけなんですよ。ユウさん、その問題をまた、今度、機会あったら、ゆっくりやりましょう。とりあえずですね、尖閣諸島問題の話を戻してですね、今、中国で反日デモとか、やってですね、日系工場やら、商店がね、燃やされたり、いろいろ、略奪とかね、ひどいですよね。ああいう行為って日本人にはできないですよね。結局はね、中国は、今のね、中共がね、結局、その民族という感情を利用して、で、日本はね、戦争前は中国に侵略してきた国だから、今度は仕返すべきだと、そういうことをね、国民にね、教えてるんですよ。だから、その恨みはね、やっぱり、中共の人にとっては非常に深いかと思う、母語の考えでは非常に深いだと思います。そこでね、で、今度は尖閣諸島はね、日本のものだと言い出したらね、中国人はけしからん。尖閣諸島は俺なんか中国のものだと。ここでね、で、この民族の感情を利用して、日本人に対して、仕返すか、あるいはね、反感というより、仕返して、けしからんって、日本のものはもうみんなぶち壊しやって、ぶち壊してしまいとか、あるいはね、殺せ、日本人とね、そういう中国人がね、まだ、非常に恨みが深いところ、日本人はね、警戒しなくちゃいけないんだと、僕は思いますね。ツイッターとかね、ネットなんかでね、
一部、まあ、ほんの一部なんでしょうけど、特に今は言論統制が厳しくなってきてるんで、尖閣諸島は日本のものだというような人もね、まあ、冷静に考えたら誰でも分かりますよね、なぜって、あれが中国のものだという証拠なんてこれっぽっちもないんですから。言い切れないですわ、中国の、それは中国は言い切れないけど、中国はね、結局は台湾は、中国のものだ、尖閣諸島はね、台湾に属しとると、こういう経由でね、中国はね、尖閣諸島をね、主張しとるわけなんです、だから僕の考えではね、中共はね、尖閣諸島を取る前に台湾を先に取った方が、国際的に、まあ、体裁がよく、みんなでもう、それなら理由が立つと、あるいはね、こういうふうにね、先に台湾を取るだと僕はそういうふうにね、思いますよ。日本人のね、考えはこの点考えてないと思いますけど。あの前の、あの反日暴動でですね、はい、あの捕まった何人か、まあ、何十人かが、あののほとんどが尖閣諸島はどこにあるか知らなかったっていうね、これも馬鹿げてますよね。結局はね、僕はね、中共はね、結局その民族の感じを利用して日本人を恨んでるから、どこにいるかどこにあるか、とにかく日本人だけはもう結局はけしからんと殺せと、あるいはね、ぶち壊せとか、そういう感じを国民でね教えて、で日本を反日のね考え方を結局燃やしたというわけかな。で結局、それで扇動して日本人に対して、反感をしとるというわけですよ。だから僕はあのツイッターとか、ね、ブログでも言ってるんですが、やっぱり中国進出というのは、ね、非常に危険で、ね、ハイリスクですよ、特にこれから。もう言論統制も激しくなってね、いつその公安からね、しょっぴかれるかわからない時代が来ると思うんですよ ね、 そ、 うですね。それを覚悟しているのか、目先の金儲けに振り回されてね、日本企業もね、中国が大事だと、ところが中国はほんの一部の、ほんのまだまだ一部の富裕層がその日本の商品を買ってるわけですね。ところがその富裕層たちはのお金はほとんどがアメリカ、オーストラリア、カナダに流れてるわけですよね。どこだっけ、ローランドハイツに、ちょっと丘の上に上がるところに、そのメカケストリートって言ってね、何千件ってあるらしいんですけどね、みんなそこに送金してるわけですよね。そういう話聞いてますよ。特にね、この、台湾の新聞記事にね、テキサスというところの一つの町にね、32軒のね、みんなめかけの家、一軒一軒がね、みんなめかけの、同じ一人のね、めかけのね、家になっとるんですよ、32軒で、テキサスの。それをね、この、その人はね、なんか石油のね、なんか部長か、なんかとにかく、僕、正式の名前は忘れたけど、そのね、それを自分の大陸でね、金を持って、アメリカに持ってきて、そういうところにね、家買って、一人一人の目かけに家に、あげたというわけですわ。よく日本人はね、ずっと昔から、嘘をつくなと。嘘ついたら針千本伸ばすぞとか、まあいろんなこう伝え方でこう子供たちにね、嘘をつかせないようにして、最近はどうかわかりませんね、最近の子供たちにどういう教え方してるか僕は知らないけど、僕らの時代はそういうふうに教わりましたね。ところがシナ人は騙されるなという教育をするらしいんですよね。それで騙されるなイコール騙してもいいってことなんですね。要するに騙しても騙されるなってことですから、もう日本人なんかもうしょっちゅう騙されてるわけですよ。そうですね。結局は個々が民族のね、個性が違うところだと思いますね。中国のね、文化というのは、やっぱり人を騙していけないとか、あるいはね、
人を騙すとか、そういうやっぱり記憶はありますよ、うん、しかしこういうことを守るとか、あるいは守る人はね少ないですよ、うん、なぜかというとやっぱり国が大きいためにね、結局金儲けがね非常に難しいというかな、うん、あの社会がねそういうふうにねまだ誠実とか、あるいは正直のね、うん、制度がまあ結局できていないわけなんです、うん、でそこで争うが起きるでしょ、うんうん、争うが起きると結局誰かに人を騙すというふうになるんですよ、うんうん、競争が激しいですよ、日本より中国は、うん、制度がないためにね、うん、日本だともう大きい会社とか、あるいは政府とかね、いろんなね法律上、こう僕はこの会社に入ったり、うん、政府に入ったりしたら一生結局保障生活が安定できるというわけなんです、うん、中国はできませんよ、うん、ずっと内戦とかね、うん、あるいはね共産党の制度で、うん、あるいは国民党の制度で、国民党は逃げた人だから、うん、そのいかにしてこの、うん、国民党を、ね、維持していこうとするにはね、人を騙さなくちゃいけないと、こういうな法律なんですよ。例えば、はい、中国、まあ、中国漁船であるのか、どういう形で、尖閣諸島上陸を企んでるか分かりませんけど、中国がそれを実行に移した場合、台湾はどういう動きに出てくると思いますか？台湾はね、僕がさっきでもまだ話したように、馬英九という人はね、うん、中国人なんですよ、中国と、うん、中国から逃げてきたその中国人なんですよ、うんうん、彼らも上陸するかもわからない。あ、そうそう、結局はね彼はね中共とやっぱり同じ目標でね、うん、尖閣諸島を取りたいというわけなんですよ、うん、そこでね今ね結局はね、じゃあ中国と一緒に統一してる、傾きのね政策を取っとるというわけなんですよ、馬英九、うんうんうん、だから僕はね希望としてね、今まで先送りしていた事案、要するに尖閣諸島問題、これはねそろそろね決着つけないとね、これをもっと先送りするとこれからも収拾がつかなくなると思うんですよね。これは日本政府の覚悟次第だと思うんですよ。なぜって、中国だってね、気違いですけどバカじゃないと思うんですよ。だから日本政府はですね、勇気を持って覚悟を持って船だまりを作り、詰め所というかね、そういうステーションを作ってね、電波塔やねレーダー基地、そして、できたらヘリポートなんかもね作ってね陸上自衛隊を上陸させて、それで何て言うのかな、海上自衛隊、航空自衛隊、そして海上保安庁と連携を取ってね、守るんだというね意思を示していただきたいと思いますね。それはそうですね、僕もそういうふうに考えていますけれど、それでやっぱり尖閣諸島の問題はまだまだ、もちろん中国がどう出てくるかね、どうなるか分かりませんけど、これからもまだテーマとしてね、語り合わなきゃいけない部分があるんで、また機会を見つけてですね、尖閣諸島の問題、また番組を作っていきたいと思います。ユウさん、今日はありがとうございました。いい、こちらこそ。ですね、第3部が、これで、終了ですが、1部2部3部と、お送りいたしました。私 LATWテレビのクリス・リョウアン三宅です。この番組は、まあ、日本を中心にお送りしております。ロサンゼルスからお送りしているこの番組今後定期的に続けようと思いますので、何かありましたら、私のブログなりツイッターなりに、ご連絡ください。こちらがアドレスとなっていますのでよろしくお願いします。ですね、これから月1くらいのペースでやっていきましょうかね。そういうことなので、今後ともよろしくお願いいたします。皆さん、それでは次回まで、じゃあさよなら。さよなら、どうもお疲れ様でした。